93式装甲自動車とは、1933年に採用された大日本帝国海軍の総輪装甲車である。欧米の文献では92式重装甲車と混同され、92式装甲車として誤って記載されていることが多い。また、本形式の車両の内天皇兵器として製造された、報告2号、報告3号の写真が有名であるため、 報告号装甲車と呼ばれることもあるが、海軍向けの県能兵器として製造された、双輪装行車は本形式に限られず、別形式の報告1号なども存在する。なお、クロスレー6輪装行車と解説する研究者もいる。上海海軍特別陸戦隊の装行車隊。中央区及びその向かって、右に見える直線的な輪郭の車両が93式、走行自動車。 オアン型重等に、ビッカース重機関銃2丁を備える車両は、クロスレー走行車本車は、石川島自動車製造所が、日本海軍の委託により開発したものである。ベース車体は6輪式で、石川島自動車製の墨田93式6輪、乗用車の試作車と推定されるが、左ハンドル車であることからすると輸入車両とも、考えられる。外装の走行形状は十一。 式後期牽引車などの従来の国産総輪装甲車とは異なった面があり、フェンダーや砲塔に直線が多用されて角張った作りになっている。タイヤは従来の海軍総輪装甲車と異なり、中部式のエアタイヤを採用している。前輪後方には障害物超越時の補助輪が装着されている。武装は砲塔にビッカース重機関銃1丁を備えるほか 助手席正面と、車体側面にボールマウント式重火一箇所ずつ、砲塔上に、対空重火を有しており、11年式系機関銃を装着できる。設計には、第一次上海事変の戦訓が取り入れられており、対空重火は、航空機迎撃用というよりは、紫外線での高層建築物攻撃が目的であった。生産数は、極小数で、3両から5両と推定される。 主に、上海海軍特別陸戦隊に配備され、第二次上海事変では大きな戦果を挙げた。その後も中国方面での警備任務に使用され、1945年の太平洋戦争終結時点でも3両が、上海海軍特別陸戦隊に配備されていた。ありがとうございます。